まだ12月入ったばかりなんですが、1月号がもう手元に届く頃だと思いますので、説明をしたいと思います。はい、今回なかなか込み入った字がありまして、鳥という字は特にちょっとバランスが取りづらいですね。重心を下に置くようにしてください。まあ、文字というのはだいたい重心を下に、置いた方が見栄えがしますね。この鳥の部分ですが、これ鳥のあの点の部分ですが、これに対して真ん中に、中央に、置かないで、少し上の方に構えます。ですね、ここの空きですがね、上の方に点をつくようにしてください。細い線は筆を立ててキリッとした線を出したいですね。でここは少し空きますね。これをいっぱいに書いちゃうと字が大きく見えてしまいますね。ここですが、少し空きますね。湾曲するような感じですね。縦線というのは非常に難しくて、どっちかに倒れちゃうんですね。ですから、まあ、倒れないように書くのは、当たり前なんですが、筆をぐっとしっかり、持つということが、そうすると線がぶれないでいい線が引けますね。こんなところですが、これも長さが変わりますね。ここも少し空きます。この横線のから出る線のこのバランスですね、これをお手本よく見ると、書くと形よく収まりますので、よく見るということはということは、こういう部分、どの線がどの線の位置から出てるかというところをよく確かめながら、自分で自覚しながら書くというと、形だけは、収まるようになりますのでね、そこら辺も気をつけてお手本をよく見るようにしてください。